大変お待たせいたしました。ご来場の皆様こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。本日の、爽やかウォーキングの、のご参加、そして、名古屋車両区へのご来場、誠にありがとうございます。転車台の実演の前にですね、少し私たちの職場である名古屋車両区について、説明させていただきたいと思います。この名古屋車両区ですけれども、高山本線そして紀勢本線をはじめとする在来線の機動車のメンテナンスを行っている職場になります。そしてメンテナンスを行っている車両ですが、あちらに先ほど行かれた方もいるかと思いますが、研修後と呼ばれる建物にあちらに並んでおります。今、5車種しか並んでないんですけれども、もう1車種ありまして、6車種そして、150両の、車両をメンテナンスしております。あちらの建物、研修後と呼ばれる建物ですけれども、昭和10年に建てられたもので、こちらの転車台、今回の目玉である転車台も昭和10年に建てられたものになります。昭和10年ですので、現在はなんと82歳になります。82歳になるんですけれども、まだまだ私たちのメンテナンスでは必要な建物、そして転車台となっております。まだまだ現役で使っております。またこちらの転車台の正式名称を申しますと、可動式転車台というふうに言われております。またこちらの転車台は、モーターを動かして回転させるものになります。さて、前置きはこの辺にいたしまして、早速ですが転車台の実演の説明をさせていただきます。今回この転車台、普段はですね、車両の方向転換、運転台を逆向きにするだけ、180度しか回らないのですが、今回は特別に、2回転させたいと思います。大事なことなのでもう一度言います。特別に2回転させていただきたいと思います。そして2回転させるんですけれども、まず1回転目は、しっかりと、見ていただきたいと、ファインダー越しではなくしっかりと見ていただきたいので、止めずにそのまま1回転させます。そして2回転目ですけれども、今回写真撮影される方もおりますので、途中で、写真撮影のために数回止めさせていただきます。記念に写真を撮っていただいてはいかがでしょうか。はい、この辺で説明は終わりたいと思いますが、お子さんも何人かいらっしゃるので、ここで私からお願いがございます。転車台を回す際はですね、私が、せーのと言いますので、皆様で回れというふうに言っていただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。ではちょっと一回準備させて、練習ですね、練習させていただきたいと思います。では私せーのと言いますので、回れと言っていただければと思います。それではいきます。せーの、はい、ありがとうございます。では本番でもそのように、言っていただければと思います。それでは、転車台の実演始めていきたいと思います。最後にですね、注意事項として先ほども、申したんですけれども、こちらロープ貼ってあると思いますが、ロープから手や体を乗り出さないようよろしくお願いいたします。特に撮影されている方、知らないうちに体が飛び出ているかもしれないので、もしぶつかってしまうと大雨の怪我につながってしまいますので注意していただきたいと思います。ただお子様はですね、保護者の方はしっかりと目を離さないようよろしくお願いいたします。それでは、電車での実演始めていきましょう。車両の移動から始めていきたいと思います。では運転士さん、そして誘導さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちら動く際も、かなり迫力がありますので見ていただければと思います。移動させました。これから乗せていきたいと思うんですけれども、少々お待ちください。で、この機動車ですね、1両単位でも動けるので、このように1両でここにいるということになるんですけれども、誘導員さんよろしいですか。では、電車から来てください。お願いします。で、今乗せるんですけど、ここ乗せる時も迫力があるのかなと思いますので、見逃さないようお願いいたします。電車台に乗りました。これどうやってここに止めたか分かる方いらっしゃいますかね。今誘導員さんと運転手さんの間で無線で止まる位置を連絡し合って止めております。そして今誘導員さんが電車台の操作室に入りますので、はい、入りましたからね。少々お待ちくださいね。確認等ございますので少々お待ちください。それでは、2回転目ですね、しっかりとその目に焼き付けていただきたいと思います。それでは先ほどお願いしました掛け声覚えてますでしょうか。私がせーのと言ったら回れと言ってもらえたらと思います。それでは、1回転目いきます、それでは準備はよろしいでしょうか。せーの、はい、ありがとうございます。これ回り始めました。皆様の掛け声で回り始めました。その目に焼き付けていただく、今回っている、この車両について少し説明したいと思います。この入ってかな、この車車種お分かりなかったバスはキア発動系といいます。この車、JR 東海に入って初めて、製造しました在来線特急車になります。この車に、高山本線を南紀線本線をワイドビュー南紀として走行しております。それでは少し、じっくりとご見学していただきたいと思います。さあ、いかがでしょうか。これ終わってしまいますけれども、まあ、1回転目終わりますのでしっかりと見ていただきたいと思います。こちらなかなか後ろ見えないと思いますけれども、こちらも見ていただければと思います。はい、今ので1回転目終わりになりますが、
これしっかりとレールとレールがしっかりとつながった形で止めるのはユーロインさんの技術力だと思いますので拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。では2回転目いきたいと思いますけれども、今回は写真撮影しっかりとバッチリと撮っていただきたいと思いますので3回ほど止めさせていただきます。では、回したいと思います。では先ほどもう一度やっていただきたいと思うんですけどもよろしいですか。掛け声の方をお願いいたします。それではいきます。せーの、あれ。はい、ありがとうございます。1回目止まるまで少々お待ちください。カメラの方に収めていただきたいと思います。はい、撮影の方よろしいでしょうか。もう少し、撮りますか。よろしければもう一度回したいと思います。今回は掛け声はなしで大丈夫です。はい、ではもう、もう少し回したいと思います。お願いします。いかがでしょうか。もう少しだけ動かします。はい、ではユーロインさんお願いします。3回目になります。これが最後です。しっかりとこの転車内と動いてしっかりとカメラの中に残していただければと思いますのでしっかりと動いてください。お願いします。はい、では、よろしいですかね、はい、写真撮影の方よろしいでしょうか。それでは最後、車両を戻すところまで一気に行きたいと思いますので、もう一度掛け声をお願いいたします。よろしいでしょうか。準備はよろしいでしょうか。せーの、あれ。はい、ここからですね、もう半回転ですかね。させますので少々、見学そして写真撮影していただければと思います。今回、先ほどの止まってた状態と同じように戻しますのでもう半回転ですねさせます。さあここからが、運転手さんと誘導員さんの腕の見せ所でございます。これどうやって後ろに
バックするんでしょうかということで、運転手さんからは車のようにバックするときは全く後ろ側見えません。ですので先ほどの誘導員さんが無線でもう一度誘導していただきます。すぐ準備かかりますので、写真撮影としていただければと思います。さあここからは運転手さんと誘導員さんのコンビネーションがやってきますので、見ていただければと思います。それでは準備よろしいでしょうか。はい、それでは運転手さん、誘導員さん、移動よろしくお願いいたします。このままバックで運転するということはなかなか見えないと思いますので、目に焼き付けてください。一旦ここで止まります。そしてもう少しだけ下がります。この技術力は運転手さん、そして誘導さんの、努力の賜物といったところになりますので、はい、なかなか運転手さん怖いかなと思うんですけども、誘導員さんを信じて仕事を毎日やっております。はい、今、車両の移動を完了いたしました。誘導員さん、運転手さんありがとうございました。拍手をお願いいたします。はい、これにて、転車台の実演終了になりますが、皆様の記念にはなったでしょうか。はい、本日爽やかウォーキングへの参加、そして名古屋車両区へのご来場誠にありがとうございます。この後も爽やかウォーキング続きますので、無理せずしっかりと水分補給などを行って楽しんでください。